過去に適応障害と診断されましたが、双極性障害なのかと感じています。元気な時は超ポジティブで何でもできる気がして仕事も楽しいです。活動的で買い物もたくさんしたり、友達との予定を詰めたりします。夜はむしろ興奮して眠れないこともあります。でも気分が落ちるとそんな自分への罪悪感ともう生きていけないような恐怖感に襲われてパニックのようになります。元気な時もまた恐怖が来るのかなと不安になります。ということですね。双極性障害を疑われているということですね。 だから、過去に適応障害と診断されて、またですね、あの病気が、うつが再び2回目のうつだったりとか、ね、したときに、まあ、診断が変わるってことはよくありますね。で、診断が双極性障害に変わるってことも、まあ、珍しくはないです。で、その層の時期期間がですね、まあ、4日以上だったり、2週間以上だったり、まあ、1ヶ月以上だったり、半年だったり、まあ、いろいろパターンありますけど、 あの、それらを記録してですね、あの、まあ、主治医の先生とかに相談するといいと思います。そうすると、あの、診断をですね、見直してくれると思いますし、えー、見直すきっかけになると思いますので、まあ、あの、そんな記録しなくてもですね、あの、主治医の先生に行ったらですね、疑いますから、えー、相談してみるのがいいと思いますね。はい。で、治療をきちっとすればですね、あの、この不安ですね、元気な時もまた恐怖が来るのかなという不安は、えー、減りますから、 あのしっかり治療を受けてください。